おはようございまっちょ。フォルテです。本日は皆さんに教えたいことがあります。まあ、教えたいっていうほどのレベルではございません。綺麗な音と汚い音、決定的な違いについて解説していきたいなと思いまっちょ。皆さん、綺麗な音と汚い音って何だと思いますか？まず、綺麗な音か汚い音かって何で判断されると思いますか？綺麗な音、誰かのピアノの演奏会を聞きに行った時に綺麗な音だなーと思った時もあれば、ちょっと汚くねって思ったことがまずありますか？まずそれがありまっちょ。結構ね、実はそこが大事です。まず綺麗な音、汚い音を聞いたことがあるのか、まずそれについて自分の中で経験があるかないかでかなり変わってきます。例えば自分の音っていうのはなかなか聞きにくいです。どうしてもかなりピアノを習って上達していくにつれて耳はもちろん成長していきますけど、自分の演奏が綺麗な音なのか汚い音なのか判断できるようになるまでには相当な時間がかかります。っていうのも、例えば考えてみてください。バスケをしてて自分で次の日急にボンボンシュートが決めれるのなら、そんなことありません。そんなことは本当にありません。ちゃんと努力をしてゴールっていう感じですよね。だからまあしっかりとそこの前提をまず経験してみてください。ではどうしたらその回数、経験、耳が成長するのかと申しますと、人の演奏を聞くっていうこと、そしてリアルな演奏会に行くっていうことと、まあ、例えば僕が本当に、まあ、来年演奏会するかもしれないんですけども、その時に来るとかね。まあ、置いといてね、そういうの。それまた今度宣伝するわ。で、まあ、あと、例えば、普通にCD とか、いろんなピアニストの演奏を聴き比べるとか、それで自分の中で綺麗だなと思った人、汚いなと思った人を勝手に評価しちゃっていいです。なぜならば、評価するのは自由だからです。だけど SNS とかでは言わないようにしてあげてね。心が傷つくから。そのピアニストがもし生きてる方でこの演奏を聞いたんだけど音が汚かったとかはね、まあ、言ってもいいんだけど、なんかかわいそうやけんね。まあそういうのはね、心の中に秘めておきましょう。まあそんな感じで耳をね成長させるっていうのは、それがベストかなと思います。で、まあ僕の YouTube とかで、まあ皆さん僕の音楽とか聞いてもらってると思うんですけども、他のピアニストとかの YouTube で聞いてみるのももちろんいいと思います。もちろん僕の演奏も美しいですよ。やっぱね、それは胸を張って言わせていただきます。なぜならば僕はね、自分の演奏には自信を持って提供させてもらってます。YouTube、まあ自分で自信を持ってますとか言うんですけども、まあどうしてもね、いろんな人の演奏を聞いてると YouTube とかだと、まあ CD もですけども、まあ結構いじれます。はっきり言って。勝手に上手に聴かせるっていう、もう裏技はあります。エコーをブワーンってかけたりとか、ミスったところを何回も切って繋げるとか、もうそんな裏技はいくらでもあります。というわけでね、一番いいのはリアルなホールに行って演奏会を聴くっていうのがベストだから、そこまで演奏会高くないと思いますよ、クラシックとかだとね。っていうのも、3000円ぐらいですよ。例えば某アーティスト、歌手とかなってくると平気で9000円、1万円いくじゃないですか。だけど、ピアノの演奏会って大体平均相場が3000円ぐらい。それでも高いって感じますよね。これなんでだろうって考えたんですよ。わかりませんでした。まあ僕もね、そのね、思われないような3000円でも全然ね、払えるよっていう形に思ってもらえるようなピアニストにね、なっていこうと思ってるので、ぜひ皆さんも、まあ、どんどん演奏会、いろんな人の演奏会に足を運んじゃってください。まあ、ところで、綺麗な音と汚い音の何が違うのか、今から演奏で解剖していきます。まず、世の中の人が聞いて汚いなと思う音、何だと思いますか？統制されてない音です。整備されてない音というか、直接的な、チョップみたいなのはね、ちょっとよろしくない。うん。カンパネラとかよう分かりやすいわ。例えば最初のところで調整されてない音、汚い音の例、
直接的っていうのは、でもフォルテというフィルターを通して調整すると、まあこういう、例えば、まあちょっと大げさにやったけど、こういう響きを確認しながら弾いてるっていうのが整備につながります。例えば響きを感じずに弾いてみたら、これは響きを感じずに弾くということだけに注目して、ゴツゴツゴツ弾いてます、でも響きを感じてる人っていうのは、この音がなくならなくならない、音楽として響いてておかしくないとかいうのを感じながら弾いてる音っていうのが美しい音です。ゆっくりにしても綺麗ですよね。でも調整されてない音だと、ゆっくりでもわかる、この違いわかる。例えば今結構音が大きい件調整されてないと思ったかもしれないけど、音が大きくても調整する方法あります。音の響きを確認するです。例えばの響きを感じないまま大きいゴツゴツした音を出すと汚くなります。でもこの大きさで音の響きを確認しながら美しい音を出そうと思ったら、このテンポになってしまいます。音が響くスピードっていうのがあるので、まあそういうことになります。これは結構ね、まあコアな話なんですけど、これ一つによって例えばかなり美しい音っていうのは出やすくなる。なぜかというと、響きを確認しながら弾いてるっていうことになりまっちょ。これはすごく進歩です。成長、グローアップ。まあそうです。本当に綺麗な音か汚い音かっていうのは、音を確認してるとか、あと響きをちゃんと確認してる。前の音の響きがある状態で、またすぐ自分の音を出そうとすると、その前の響きのある音と今の自分の音が、はい、ごっつんこ、ごっつんこしちゃうので、これはもう、こっちの前に弾いた音がもうふわーってなっとったら、それがもう消えかかったところにもう一個新しい自分がこれから弾く音を、チュン、みたいな感じでイメージしてもらえると、上達します。ああ、難しいです。これを上達するのは。まあ、このフォルテでも、まだ、習得しきってないです。そうなんです。認めちゃいますよ。まだ習得はしきってないです。だいぶ習得するようになってきたかな？なんか自分の音かなり弾けるようになってきたかな？ぐらいです、まだ。自分がこれでは美しいなと思いながら弾いてる、いい響きだって確認しながら弾けるようになってきたです。これは最近の話です。ここ1、2年の話です。でも、自分でかなり考えてというよりも、人に聞いてもらう機会が増えることによって、だけどなんで YouTube だけでピアノのレッスンをしてはいけないかっていうと、自分でしか聞けないからです。第三者の方に聞いてもらう。その人から聞こえた音と自分から聞こえる音っていうのは結構違う場合が多いので、レッスンにも行った方がいいと思います。第三者からどういう風に聞こえてるかっていうね、響きも教えてもらうことができるので、必ず、行ける場合は行ってみましょう。まあね、普通に言うと、本当に自分の音を確認するためには、今まで言った通り録音をしたりとか、僕が自分の耳を成長させるために録音をしたり、そして人の演奏会に行きまくる。自分で、好きな、美しいなと思う音と汚いなと思う人の演奏を勝手に評価する。で、もうこの三つをやってる。そして、さらに、人に聞いてもらう。身近な先生とか、ちゃんとレッスンに行ってね、しっかりとしたアドバイスをもらう。もちろん弾けてないっていうアドバイスももらうけど、どうやって聞こえるのか。
自分で聞こえてる音と感じてる人の音は全然違うから、どうやって聞こえてるのかまで教えてもらうっていうのがかなり上達の近道になるかなと思うので、これはテクニック的な話ではないです。お耳の成長へのつながるというわけなので、ピアノが上達するためにはね、お耳が上達するだけではダメなんです。なぜかというと、お耳が上達したらただ単にピアノがテクニック的には全然上達してないけど、お耳だけが上達するとどうなりますか？そうです、評論家になれます。ピアニストではないです、評論家になれます。そうなんですよ。だから練習っていうのは必要なんです。ピアノを弾くっていう練習と耳を弾くっていう練習、耳を育てるっていう練習、すべて含めてピアノの練習なんです。こんな感じで、まあ僕が耳を成長させる綺麗な音と美しい音、汚い音と美しい音のその違いについて今回、まあ軽くお話しさせていただきました。まあかなりね、言っても僕が伝えたいことは YouTube 上でははっきり言って、自分が伝えたいことのまだ1割ぐらいしか伝えてないです。まあこんな感じでね、皆さんに時々共有していこうかなと思っているので、ぜひとも面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますよ。あ、もし、僕にレッスンとか結構最近申し込んでくださる方がいらっしゃるんですけども、今度11月2、3、4っていうのでね、岡山で、イベント、レッスンイベントをやるんですけども、実はもうそれはね、いっぱいになってしまいました。ありがとうございます。しかし、今回のね、かなり皆さんのご要望がありましたので、今後もぜひ前向きに検討しておりますので、まあ皆さんそういう耳の成長とかピアノのテクニック面とか、もしね、ご興味ある方は、まあ今後はね、その2、3、4が終わって、様子を見て、時々イベントをね、レッスンイベントっていうのを開催していきたいなと思うので、まあもし僕にね、アドバイスさせていただける場合がありましたら、その時はお願いしましょう。それでは、バイバイ。